皆様こんにちは。こんばんは。おはようございます。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もよろしくお願いいたします。さて、えっ、ー、と私自身もそうでした。し、えっ、ー、と今でもたくさん。温信不通とか復縁したいということで、えっ、ー、と悩んでいらっしゃる方多いかと思います。今日は。 あのそういう方向きにこのルーンの文字を使ったいわゆるおまじないっていうのを紹介したいと思います。どういうことかっていうと、まあ、このルーンっていうのはもともと一個一個に意味があるんですよね。で意味があるんだけれどもそのルーンをいわゆるね組み合わせて書いたりとかね まあ掘ったりとかね <laughs> すると何て言うのかなあの意味がより増,増幅されてなんかねその願いいいが叶いやすすってて言われてるんですね例えばまあどういうことかって言いますと、まあ、例えばこれ「べ、まあ、ベオークっていう母性とか愛情とかそういうのを表す意味があります。 でこれ1個だけでもその意味があるんだけれどもそこに例えば例えばですねこの「シゲる」っていうものを一緒に組み合わせると、まあなたの母性と「シゲる」っていう人気運とかねあのむ,むちゃくちゃ幸運とか人気者とかそういう意味があるんですけれどもそれを例えば手に入れることができるよとか。 そういういう組み合わせて使うことを今回は紹介します。それで特にね今回ね音信不通の方におすすめなのがねうんとねこれんとね。これとこの2つがねおすすめなんですね。えっ、ー、とねこちらがね「うる」って言ってねあ違うこちらがねごめんなさい「あの死と再生」って言われていて。 あの物事が一旦終わって再度また再び始まるっていう意味があります。これはね、ゆるって言います。本当に死と再生とかね、変化とか復活、それを表す意味があります。そしてあと、これはラドって言って物事がね、これがね、急速に、あの、 物事がねいい方向に発展する動く連絡が来るとかねあの、まあ、車輪っていうのを表す意味なんですけどこの2つをね今回ね組み合わせることをおすすめしますで組み合わせるってどうするのっていうと私の場合もまあ書いたりとかね、えー、としてたんですけどまず書く方法からお伝えしますまず これね、正位置と逆位置があるので、必ず正位置で書いてください。そして、まず書くっていうのはどういうことかっていうと、まず、はい、こういうふうに書きます。わかりますかまず書きます。でね、その後に、組み合わせるってどういうことっていうと、今度はね、これをね、一緒に組み合わせて書くんだけど、うんとね、この状態から、 ころ分かりますこれがねあの組み合わせてるのこの2つのルー文字を組み合わせてまず2人の状況いわゆる復活を願うっていう意味とあと物事が急速に発展する動き出す車輪のように動き出すっていうことを願って 私はこの文字をねいろいろ書いたりとかねあとはね食事の時例えばケチャップ料理とかあるとねあのそこにも一緒にこういうふうに書くんですよ書いて食べるそうすると食べ物にこのルーン文字のエネルギーが入って願いがね叶いやすくなると言われていましたで私は実際まあもちろんこれだけではなくて 神社にあの私の動画を見ていただいてる方はご存知と思うんですけれども神社とかも大好きだしあの自分のことだけじゃなくてね例えば家族のこととかあとはねあの皆様のこととかやっぱそういうふうなことも一緒にお願いをさせてもらってだからこう神様がこうよりねあの願いを聞いてくれたのかなと思ったりもするし あとは、うん、まあねあのこういうふうな昔からあるおまじないっていうのをなんかこうお願,いなんかお願いしたい時もあるじゃないっていう気持ちもねとってもわかるので今日は、ね、こういうい方法もあるよっってお伝えしたかったかです。ちなみに私はこれあのね金運仕事運であのこれもねあのルーンをね組み合わせて。 してるんだけどこれはねこのね「ベオークっていう母性とかね「優しさ」とか「女性らしさ」というのとあとねこのね「えー、とフェオ」っていう「金運」とかね「豊かさ」とかねそういったものを表すものとあとね「茂る」この「太陽」 人気とか <laughs> そういったねこのね3つのルーンをね私はあの組み合わせてあのこういったものをこれ手作りなんだけどこういったものを作ったりもしましたなのでまあもしよかったら今回ね音信普通の人連絡を取りたいっていう人はねこの2つのルーンを組み合わせてなんかねスマホにいろいろね貼って あの書いて入れ,入れたりとかね例えばお時間がある人は刺繍をしたりとかねなんかねいろいろねしてみるのもこれもね一つの方法かなと思いますあとはあの別れた原因音信不通になった原因っていうのはやっぱり必ずあると思うんですなのでその原因をしっかり見てそれで自分を変えてもういっぱいいっぱい努力して変えて そうするとまた再び、ね、お相手から連絡が来たりとか、ね、願いが叶ったりとかするかもしれないっていうことで今回はこういう形で紹介をさせていただきましたよかったらねこのねラードとユールをこの「正一」で書いていただいてあとはね「金運」とかねもうねこういう風なカードとかね このね、イングとかもねすごくいいし、まあ、もちろんシゲルとかもいいですしうーんとかねこれもね「勝つ」っていう意味とかあるしねなんかねいろいろねいい言葉のねルーンもいっぱいあるのでよかったらいろいろまたググってみてくださいきっとあの楽しいと思いますはいじゃあ今回はあのこういうちょっと おまじない、そうですね、<laughs> おまじないの紹介をさせていただきました。はい、今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。